しがし部新人選手紹介、イエーイ。さあということでですね、今回はしがし部から新たにデビューをいたしました130期の藤原選手、そして132期の広瀬選手、この2人を今日は紹介しようという、番組となっております。では早速2人に登場いただきましょう。まずは、ちょっと先輩になりますね、130期藤原選手、こんにちは。はい、よろしくお願いします。デビューしたばっかりですね、131期広瀬選手、こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？ちょっとだけしてます。ちょっとだけ緊張してる。登録番号5255のしがし部の藤原選手と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。デビューして半年。そうですね、はい、もう半年経っちゃいました。はい、そもそもそのボートレーサーになろうと思ったのはどんなきっかけだったんですか？もともとなんかちっちゃい時からお父さんに勧められてたんですけど、うん、自分はずっと競馬の方に行きたくて、それがあかんかった時にもう一回改めて勧めてもらって、で実際レース場とかにも行ったりして目指すようになりました。じゃあもともとジョッキー目指してた？あ、そうですね、はい。そのジョッキーの試験とかも？あ、2回受けましたね。でお父さんがやっぱりお前ボートの選手だぞと？そうですね、初めは、うん、ええー、と思ったんですけど、自分で調べたりしたり、うん、レース場実際見に行ったりしたら、やっぱすごく惹かれるものがあって目指すようになりました。なるほど。今はじゃあもうボートレーサー慣れて？いや、むちゃくちゃ良かったです、もうむちゃくちゃ良かったです。さあ、そして広瀬選手。自分も、父親が影響してて、保育園ぐらいの時に将来の夢書くとこにボートの選手って書いてて、もうボートのなんか英才教育を受けさせられてて。英才教育っていうのは例えばどういう？ボートレーサーもこんなかっこいいんやぞっていうのを映像で、でまんまとハマってしまって、うん、興味持ちましたね、小学校ぐらいの時には。広瀬敦也選手のご親戚？いとこよりはい、その学校に通ってた時も連絡取ってて、うん、厳しいんだなっていうのを印象を受けました。うん、それでも諦めずに、まあ、なりたかったので、うん、全然自分的には大丈夫だったかなと。うん、藤原選手はもうすでに半年デビューして、思い描いてたものと今半年走っての自分っていうのはどうですか？なんかちょっと事故をいっぱいしちゃったなっていうのがありますね、正直。デビュー節ででもね、縁絡みもあったりして。ああ、はい、なんかエンジンに助けてもらってばっかりでした、ね。うん、いいの引いたんですよね。え、むちゃくちゃ、ね、でもその次の節か常滑で、はい、フライングもあったりして。そうですね、うん、レースして学ぶことはやっぱ練習して学ぶことよりも大きい気がして、うん、だからレースいっぱい走れることが大切かなと思って、つまりそのやっぱ事故するのはあかんなって思いました。さあ、そして広瀬選手もデビュー戦を終えてどうでしたか？子供の頃から夢見てた。そうです、やっぱりその自分のしたいことがさせてもらえないっていう印象はありました、レースの中で。やっぱり難しかったです。でもそんな広瀬選手も2組で最終日、はい、ちょっと出ちゃって、すいませんでした。ここで先輩はどう見てるのかということで、今日はちょっとゲストの先輩を呼んでますので、ここで登場いただきたいと思います。香川聡太選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、さっきからね見守っていただいてて、ちょいちょいもう動きすぎてるからものすごい気になる。さっき何出してたの？さっきは戦時の写真出しました。ちょっとあれだね、そう香川選手はデビューした時ってはい、ステージで紹介ってありました？あ、ありました。歌も歌いましたもんね、香川選手ね。歌いましたちゃうわ。本庄のステージでカラオケ大会して、世界に一つだけの花歌って優勝したんです。相手が悪かったですね。言うたで。これからね、コロナがちょっともうこれで落ち着いてきて、そういうステージのイベントが復活してきたら2人にも。そうですね、僕はもう殿堂入りしてるんで歌わないですけど。殿堂入りしてないしてない。だからもう香川選手はこれからディフェンディングチャンプに4として毎回出ると。で2人、お歌の方は
僕はやばいです、多分全然歌えないです。マジで？ピアス選手は？いや、歌は好きです。はい、上手いか下かはちょっと分かんないんですけど、まあ、歌は好きですね。そうそう、これちょっとライバル出てきたよ。いやいやいや、練習しときます。ソウタ選手から見て2人どうですか、レーサーとしては。2人とも上手いですね。おー、めちゃめちゃ上手い。はい、センジは速い感じリューンって感じリンは上手いって感じ、テクニックって感じですね。おーの上手いの感じ、使う上手い。ボキャブラリー少なすぎるよ先輩で、人柄は？人柄か、センジは、うん、ポンコツリンは真面目って感じです。あ、じゃあ、あの藤原選手のポンコツエピソードを一つ。焼肉行った時に、はい、最初に牛脂出てくるじゃないですか。あの鉄板をね、はいはいはい、あの温めたらこう油塗るやつね。あ、そうですそうです、はいはい、こうまいでって言ったら食べてましたね食べて美味しい言うてましたね。腹壊しましたけどね、帰ったなんか油みたいなのがいっぱいトイレに浮いてました。じゃあ先生、ノリがいい感じですね。ノリがいい、ノリがいい、そっちにしましょう、うん、ノリがいい。なるほど、ノリがいいね、ポンコツやってノリがいい、ノリがいい、はい。で、ヒロス選手はもう真面目。うーん、うん、なんか、うん、言ってないこともやってくれるんで、あ、多分他の人に聞いてとか、僕が教えてないこともやってくれてたりしてたんで、うん、なんかあんまり教えることがなかった感じですかね。真面目ですね、はい。え、じゃあそんな2人から見る先輩はどうですか、戸川選手はどうですか。いや、めちゃくちゃいい先輩ですよいつもよくご飯とか連れて行っていただいたり、遊び、はい、誘っていただいたりして、うん、めっちゃお世話になってます。へえ。広瀬選手から見て香川選手は？デビュー節の最終日に初めて美味しいご飯とか、うん、いろいろ教えていただいたので、うん、はい、やっぱこういうことかって思いました。ボートレーサーかっこいいなって思います。うん、まあ、しがしぶの先輩たちもなかなかこう個性がある先輩たち多いと思いますけど、パンチ効いてたな、この先輩としています？あ、中島修司さんいや、僕デビュー戦の時にあの部屋があの木下さんとあの中島修司さんやったんで3人目はもう3人目でした。夜中とかえぐかったです、マジで。まあ、で確認しとく、香川選手、シガスプの先輩はそんな人ばっかりじゃないよね。その2人だけですね。あ、よかったよかったよかった、はい、デビュー戦にその2人を味わうことができたならもう今後苦労することはないです広瀬選手はどうですか、先輩方々っていうのは。次この人と一緒になって緊張するなっていう人います？今のところですよ、イメージね。まあ、なんとなく、はい、なんとなく可愛がってもらえるコツみたいなのってあります？2人に支部である以上断ることも大事って感じです。そうさっきの二大くせ者、ルーキー二大くせ者ね、ルーキー二大くせ者、はいはい、なかなか無茶ぶり言ってくるんで、はい、断る勇気も大事やぞと。どの口が言うとんねん、牛食わして。レースにおいて事故しない秘訣を聞きたいです。俺に？俺に、はい、俺に事故しないことを俺に聞いてるよ。事故をしない。俺に？うん、俺じゃない。俺にやで。それわからない。これから先輩と二人で、これから一緒に、ね、うん、一緒に見つけましょう。一緒にお願いしますその自分本番待機室とかで今ちょっと緊張してしまうことが多いんで、なんかこうルーティーンみたいなのがあれば聞きたいです。ルーティーンないみたいやで、これまたないみたいやで。ないですねはい、ないです。センジはルーティンある？
僕もルーティーンない人で、なんかもうさっさと乗ってしまいたいタイプの人なんで、うん、あでも海水のところやったらなんか塩みたいなのが山盛りに積んであるのがあって、うん、なんかそれ見たらすごいなんかテンション上がるんで、いつも触ってから行ってます、ね、ちょっとよくわからんけどえ、ちょっと待って、あの塩持ってあるのって海水場だけ違いますよね。え、違いますね。なんか丸亀行った時に、あ丸亀は、うん、なんでじゃああのお塩は何のお塩やと思ってたのかな。でその海水の底のそこの海水をあの塩にしたってこと。え違うんですかね。違うか。いやそうやね。そうですそうです、うん、違うなこれ多分違うなこれ広瀬くんは分かるかな、あのお塩が持ってる意味は。はい、なんかこう清めるんですかね。海水やからあんねんでって言ってないですよね、丸亀で。え、何人か言いましたよ、僕同期にもなんなら言いましたけどね、あれって海水のとこだけやねんで、みたいなちょっと切っと、切っといてもらっていいですか、ここあ、後で、あの、同期ラインに入れといてください、嘘でした。わかりましたはい、すぐに訂正しといてください自分はデビュー期はもう水人祭とか勝つことをすごく意識しすぎて、まあ、フライング切ったりで、まあ、自己点が多くてしっかりレースできなかったところがあったんで、もう12月の末のレースからは、まあ、しっかり事故せずに無事故で帰ってこれるようなレースをとりあえず頑張りたいと思います。水人祭あげることができた時には何かこんなポーズしてやろうとかなんかないですか。もうおっとなしめでいきます、ね、おっとなしめで、はい、あんまりはしゃいだりしたら怒られそうなんで、うん、おとなしめで。そのインタビューとかもあると思うので、もう取り繕っていきます、真面目で楽しみにしてますさあそして広瀬選手も、深い目標は、うん、しっかりと、ま、スタートを安定させて、ま、勝負できるスタートにまで持っていって安定して、でそこから旋回でしっかり道中でもさばいていけたらなっていうのはずっと思ってます。水人祭どんなレースがいいなっていうイメージあります。いやもうしっかりバチンってこう揃って5とか4がまくりに行ったところの展開をしっかりつけたらなっていうのは思ってます。こういうレーサーになりたいっていう大きな目標はありますか。やっぱり道中戦でしっかりと勝って着上げていけるような選手になりたいです。深川選手も負けてられないですね。そうですね、うん、はい、僕も後輩できて水人祭して、うん、後輩できて成績上がってとかなんで、やっぱ下には負けてられない感じですね。でもどう、やっぱり後輩の活躍っていうのは刺激にもなるけど嬉しいものですか。あ、そうですね、はい。じゃあ2人が水人祭できた暁には何かお祝いしないとダメですね。まあそうですね。リクエストしとこうか。自分はあのかっこいいあの上下のカッパ欲しいんで作ってください。わかりました。大丈夫かな、香川くんに任せて大丈夫かな。はい、あのグッズ担当に任せるんで。グッズ担当ってもしかして木下雄介です。ああ終わりましたねグッズ担当木下雄介頼みたいと思いますお願いしますいやどうする、あのヘルメットになったら、木下選手のヘルメットになったら大丈夫です。お、じゃあ木下くんにそれをお伝えください。はい、これこの YouTube 見てって言っときます。そうですね。もう張り切って多分作ってくれると思います。はい。はい。じゃあ最後にファンの皆さんに一言ずつメッセージをいただいてお別れしたいと思いますので、じゃあ先に加賀選手から。滋賀支部ちょっと上の先輩方がいい感じでやってきてるんで、続いていけるように頑張りますので応援よろしくお願いします。選手、はい、自分はもう一回一からしっかり初心に戻っていそいそ頑張りますので、もしよかったらちょっと見ていただき、ごめんなさい、ちょっと見ていただけたら嬉しいですそして広瀬選手、自分まだまだ未熟なレースしかできないんですけど、一走でも早く船券に絡めるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ、これからもね、怪我なく、事故なく、頑張っていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。レース頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。